できるかな NHK 教育テレビジョン。1967年、1990年にて一切喋らないキャラクターのっぽさんを務め上げ、放送終了後でものっぽさんの愛称で親しまれていた高見のっぽさんが昨年9月にご逝去されていたことを知りました。毎回ゴン太くんと一緒に作る楽しさを教えていただき、リアルタイムで見ていましたので残念でなりません。88歳だったそうです。最終回に話したり、あと番組のワクワクさんとゴロリとのコラボも楽しい思い出でした。心よりご冥福をお祈りいたします。